どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6の予想について話したいと思います。昨日ロト6予想したけど、まあ昨日も言ったけど、まだ予想はしやすかったかな。ここ最近の数字並びに比べたら、そこまで極端な数字並びじゃなかったから、まだマシだったかなとは思うけど、まあそれでもロト6自体がその難しいから、均等に出ても予想は結構大変、ここ最近はかなり難易度が高かったから、それに比べたらマシやけど、ただ、偏ってなくても予想は難しいから、まあなんとか昨日頑張って2口予想したけど、また今日もその予想するんで見ていただけたらありがたいです。今日数字決定するけど、数字変更するかどうかちょっと微妙かな。まあこのままでいく可能性もあるし、前回が30番台が全く出てないから、30番台は何個かは出るんじゃないかなと思うけど、まああとは40番台、ここが鍵になってくるかな。40番台も前回出てるから、また40番台が出る可能性がある。ここは難しいけど、ただちょっと40番台出すぎてるなっていう感じはするけど、まあなんとか今日数字決定したいと思います。かなり悩むけど、このまんまでいくか、数字少し変更するか。まあ最近に比べたらまだ予想はしやすいから、そこは救いかなとは思うけど、まあとりあえず今日数字決定します。それではこの動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。